広島県初の野菜ソムリエ上級プロ、育った命は余すことなくいただきます、花井あやみさんの登場です。花井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今週のテーマは旬の魚介で美味しいレシピとなっています。今日はこちらを作ります。サバと焼き野菜の和風マリネということで、はい、サバ今人気ですね。うん、でね、今寒サバね、はい、もう寒い時に美味しい。でそれも、あの、今日はね、マサバです。マサバ、あの、本サバとも言いますけどね、はい、本当に脂が乗ってね、美味しいのを使いますんでね、うん、はいはい、ぜひ皆さんも参考にしてください、はい、さあ、それでは早速クッキングスタートです、うん、はい、でまずサバなんですけど、はい、あの、小骨がついてますんでね、うん、それを、あの、取られて、はい、でね、今これね、お塩でね、10分置いてます。お塩をして、塩して10分経ったもの、でこれ臭みを取るためですね、はい、でこれを一度、あの、塩ついてますんで、はい、あの、あれ、お水、お水で洗うんでしたよね。一応ね、塩してるからね、はいはい、一応これお水で洗うんですけど、今こっちかこっちかどっちかからお水が来ますよ皆さん。右から来るか左から来るか、どっちからでしょうか。イリュージョン、はい、はい、正解は、はい、ああ、そっかそっか。じゃあ行きます。あ、ちょっと待ってください、ね、少々お待ちください、お水を入れるボールを出します。はい。いや、こういうこともありますよね。そうですね、はい、まあ、またハプニングもね、人生ね、ありますんでね。そうですね、また花井さんの日になんかハプニング多いんですよね。そう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 、はい、嵐を呼ぶ女なんでしょうね、やっぱりこうね。で、ちょっとね、これね、あの、お塩をね、あの、はい、お水で流しますよ、はい、もうこうやって やっちゃおうね。なので10分塩しといて、はい、ここで一回お水を、お水でこう塩を流すわけですね、はいはい、ですね、はい、で、こちらはですね、さらにちょっとね、あの、はい、またね、さらにね、あの、お湯をくぐらしますね、はい、で、こうすると、あの、臭みが取れますでしょ。で、今日ね、はい、野菜と合わせるので、うん、やっぱりちょっとね、あの、さっぱりとした方がよろしいので、はい、ここまでやります、はいはい、ここで水洗いした後、はい、ザルにあげます、はいはい、でこちらにですね、はい、あの、さっとね、本当にさですよ、あの、煮えちゃうといけないので、うん、でこれでさっと熱湯をね、ここにかけてますね。熱湯をかけるんですね。こうですね、はいはい、ざーっとね、煮えない程度ですね、はいはい、シュ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 と、ちょっと身がポーっとこうなってますね。はい、OK ですね、はい、はい、これで OK です、ね、この熱湯の準備で番組スタッフが熱湯と思った結果、水を忘れたということですね。そうですね、はい、はい、今年も熱湯カープで頑張りましょうね。はい、OK です、はい、はい、で、こちらね、下準備できました、うん、はい、で、今日ね、あの、野菜ですね、野菜使うのがレンコン、うん、それからかぼちゃですね、うん、こちらの方はもうすでにね、あの、1センチに切ってますね、はい、で、皮もね、つけてます、レンコンもね、うん、はい、OK です、はい、もう皮ごと1センチ幅に切りました、はいはい、で、そしてまだ野菜が入るんですよね、小株なんですね、かわいいでしょ、これかわいい、ね、かわいいでしょ、かわいいでしょ。先生さん、聞かれてますよ。かわいい、かわいいね、かわいいですよね、ビターラビットとかに出てきそう。いや、そうです、うん、でいい答えだったみたいです、うん、気に入りました。で、かぶってもともとね、あの、葉っぱを食べる野菜なんですよ。こっち、こっちなんですよ、うん、そもそもはね、はい、でも根も食べれるんで、根もってことなんです、うん、で、この葉っぱ今日使いもないので、はい、これはね、あの、おみおつけとかね、スープとかに入れてくださいね、はい、今日はね、本来は株は葉っぱを食べる。そうなんです、で、葉っぱはね、ほんとビタミン A とかね、本当に栄養価も高いので、ぜひってことですね、はい、はい、それで株、特にこう、なんかこう、ね、根がありますでしょ、はい、ここだけを少し取りましょうか。根っこが出てるところだけ、うん、ね、こういう風にちょっと取りましょうかね、はい、ちょっとこれが硬いので、はい、で、こことね、こういう風にね、こんだけでいいと思いますよ。硬いところ、うん、そして根っこが出ているところを切れば、そうそう、あとは大きく使います、はい、で、はい、あとはこちらはね、4分の1ぐらいに切りましょうか、はい、今日は小株、赤株ですけど、うん、はい、普通の株でもいいんですか。なかったらもう白でもいいし、あの、大きな株でも構わないですよ、うんうん、はいはい、ただ、うん、赤の小株がいいわけですね、うん、やっぱり 色ですね、やっぱり野菜って色を楽しむでしょ、はい、なかなか魚ってね、じゃあ赤とか青とかって言えませんけど、やっぱりそれが野菜のいいところですね、うん、色を楽しむのはね。そうですね、うん、あと赤っていうのは広島では人気がありますからね。そうです、はい、今日は花井さんも赤ですもんね、うん、そうですよ、赤でね、はい、はい、いいですね、はい、はい、こちらの方もこうして切ってまいりましょうね、はい、はい、まあ、株の大きさにも入れますけど、だいたい4分の1ぐらいですかね。そうですね、はい、はい、で、あの、今日ね、こちらの耐熱容器に入れて、うん、これをね、あの、オーブンで焼きます、はい、うん、こうね、適当に入れて、はい、このままオーブンでね、入れられますんでね、はい、はい、はい、
はい、来ました。でこちらの方のオーブンね、180度の、ね、予熱をしたオーブンで、はい、で20分ぐらい、20分焼きますね、はいはい、今日焼いたものがオーブンの中入っておりますので、はいはいはい、いいですね、冬の野菜がゴロゴロ、いいでしょう、うん、ね、こうすると野菜たくさん食べれます、ね、そうですよね、はい、はい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 、で美味しそうに焼けております。で心配だったら竹串でこう刺されて柔らかかったらもうこれ OK ですね、うんうん、はい、で野菜ができました。はい、で次ですね、次です、はいはいはい、はい、サバでございます。はいはい、はい、でね、このサバなんですけど、はい、これいいかな、いいですかね、はい、いきましょうか、塩コショウ、塩コショウですね、はいはい、ちょっとパパッと取り時計と思いますか、はい、あ、すいませんはいはい、これどうします、ちょっといきましょうか、はい、塩コショウで忘れておりました、はい、でしょ、そうです、やっぱり青山さんがいないとね、私はダメですそう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 、よいしょ、はいはい、こうなんかもう見るからにこう油乗ってますでしょ、ねね、でやっぱりサバって栄養が高いでしょ、うん、あ、よく聞きます ね、去年もサバ缶人気すごかったですもんね、そうそう、去年でしょ、でやっぱり、ね、あの脳の活性化、うん、ね、認知症を予防するとか、うん、だからこれね、白身魚でももちろんいいですよ、白身でも、あ、魚だったら割と何でもいいんですか、うん、いいんです、いいんです、青魚じゃなくても、そうそう、白身で、そうそう、だから今日はね、まあ、旬だからいいかなと思って、うん、よし、でこれをですね、はい、塩コショウ軽くでいいんですね、軽くです、はい、あとね、あの味付きますん で、うん、でこちらね、ちょっと軽くまた小麦粉をしましょうね、はい、小麦粉を全体に薄くつけていきます、はい、で好みでね、白身魚がいいって方もね、やっぱりいますのでね、うん、はいはい、お好みのお魚できるということなんでね、はいはい、サバが苦手という方は好みの魚でやってみてください、はい、そのままレシピをね、はい、使っていただければ和風マリネが完成します。でこちらの方ね、はい、あのフライパンにすでに油が熱されてます。で、はい、こちらの方にちょっとね、油は1センチ分ぐらいですかね、もうね、はい、揚げ焼きですかね、はい、熱い熱いですよ。でこちらに、はい、はい、ニンニク入りました、ニンニクのみじん切り1かけ分入りました、はい、でこれニンニクももうね、あんまり焦がさないように香りがつけばいいですね、これで OK ですね。でこちらの方にこれを入れてまいりますね。で、はい、皮を下にね、身がチューとなってしまいますからね、うん、でこれをね、入れられたら片面1分半、はい、でもう片面が1分ぐらいですかね、ひっくり返されてね、はい、はい、でこう入れますでしょ、で皮から入れて片面1分半、そうです、で裏返して1分、はい、でこれでね、もうちょっと1分半ほど、ええ、あとすることがない、することがなくなった、うん、はい、やることもない、はい、ずっと映像もこれと変わらないわけですね、1分半で、それはおしゃべりしてもいいんですけど、はい、大丈夫です、はい、そういう時のために今日はいいものを用意しております。そうですか、今日ね、カープグッズのお披露目の話題がありましたけど、カープ坊やみくじというですね、はい、おみくじがあるんですね、かわいい、先生さんの前に用意しました、かわいい、かわいいカープ坊や、これね、中におみくじが入っております、税込み750円です、はい、今日は特別に先生さんと花井さん好きなのを選んで引いてもらって大丈夫です、やった、はい、花井さんどれがいいですか、先生さんは、私これ、じゃあ私はね、その真ん中、真ん中、真ん中、中央、はい、はい、花江さんから見る、あ、花江さんからいいですよ、いいですか、そこの部分が、え、これってラッキーみくじですか、はい、え、どんなんだろう、なんかね、いろいろ書いてあるんですよ、どうしよう、なんか、あ、かわいい、中から出てきた、はい、いいでしょう、いきますよ、はい、これが花江さんのおみくじです、いきますよ、大当たり、ね、あ、小吉、小吉出るチームは打たれる、お、本当 だ、 あ、本当だ、でも小吉がいいんですって、これから良くなるから、そうですね、人気ありますよね、はい、小吉ね、はい、小吉から今年はいきます、ラッキーカラーは首周りに赤だって、あ、お、やった、もう早速今日ぴったりじゃないですか、確かにね、やっぱ赤ですね、本当だ、これ後で花井さんね、渡しますので、恋愛運、球場で新しい声が芽生えそうだって、やったー、まずいまずい、新しい声狙ってるんですか、今年はいきます、球場行きます、先生ちょっと待ってください、サバ返します、あ、そう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 、サバのことサバのことで、ちょっと一回見ましょうか、そうか、球場に行って、あ、もうちょっと大丈夫、うん、ちょっとあれですかね、そうか、球場に行って新しい、返して大丈夫ですか、あ、行きましょう行きましょう、もういいですか、大丈夫ですよ、うん、はい、そうか、わかりました、うん、花井さんは球場で新しい声ですね、球場に行きます、はい、はい、3万人もいますから、ちょっと確率的にはどうですかね、ピラッと光るんですよあの人が私の新しい声で終わる、私行かせていただきます、先生さんが選びました、はい、カープ坊やみくじです、今年1年を占う、はい、
中吉。お、中吉。やっと。旅は道連れ、カープは情け。おお。なるほど。なるほど。はい、ああ、どうだろうな、金運、はい、入るより出る方が多いが徳がついてくるって。ああ、まあ外食多いですもんね、先生さんね。それでそっちですか。あ、恋愛は恋愛。心強いパートナーとして振る舞おうだ。あ、青山さんのね。心強いパートナーです。あ、僕たちは恋愛関係だったんですか。仕事じゃないんですか。仕事ですね。仕事のパートナーの。そっか。仕事、仕事どうですか。仕事は、はい、新規は挨拶が肝心、はい、カープネタが最強。あ、なるほど ね、ええ、今日バッチですね。カープネタでどんどんトークしていきます、うんうん、ういう、はいはい、あ、ぼちぼち1分ですね。あ、いいですか。あ、ちょうどいい感じですね。ちょうどいい感じ、ね、じゃあショート10で。おいしそう、はいはい、あ、おいしそうですね。いいですね。そうかそうか、わかりました。うん、まだ引きずりますね。ずっと占いのことばっかり書いてるでしょ。カープ坊やびくじに書かれてたことばっかり。そうです、今年はなんかでもね、行けるかな、球場に、ね、なかなかチケットが ね取れませんからね。はい、OK です、はい、でもこうやって少ない油で揚げ物するっていうのは便利でいいですね。あとがね、楽でしょ、うん、そうですね、で、あの無駄はありませんしね、うん、はい、ということで、はい、で、こちらの方、今日はね、あのマリネ液ですね、はい、で、甘酢とだし醤油を使います、はい、で、甘酢ってあれでしょう、はい、あの酢と砂糖とお塩、これ透明なのが甘酢 100ml、そうです、はい、で、だし醤油ですね、で、はい、自分で作られてもいいですけど、最近美味しいのがね、うん、結構市販でありますんで、今日甘酢として売ってるものですね。プロが作ったものです、はいはい、プロが作ったもの、はい、で、こちらの方ね、合わせていきますね、はい、100ml の甘酢に、だし醤油が30ですね、はいはいはい、これもやっぱりだし醤油、プロが作ったもの、うん、そうです、はい、やっぱり美味しいと、はい、だしがね、入ってますからね、はい、非常に手軽でいいですね、甘酢とだし醤油、そうです、はい、はい、で、こちらですね、はい、もうこの容器でね、このままでいけますでしょ、うん、で、こちらにはい、サバを乗っけていきますね、はい、もうね、お皿にまたね、盛り付けることもなく、もうこのまま出してもね、結構いけますでしょ、おしゃれでしょ、あ、今日はこのまま、そうです、そうです、もう汚れ もないと、あ、いいです ね、いいでしょ、で、マリネにする皿がそのままもう盛り付ける皿、そうです、で、こちらの方にマリネ液をこうして、はい、ジャーッと流し入れると、で、こちらの方ね、味が染みるのがやっぱり30分1時間はあった方がいいので、はい、早めに作られてお食べになるといいかと思います、うん、で、さらにね、はい、これ今日食べて、うん、また明日食べるとさらに味が染みて美味しい、あ、なるほど、うん、じゃあ最短で、30分から1時間で食べられるけど、ね、おすすめは1日経ってからぐらいですね、うん、で、たくさん作られてね、お弁当にもいいし、はい、これ熱いうちにこうやっぱマリネ液を注ぐことによって、うん、味が入っていくんですね、はい、うん、で、混ぜる時には、はい、このかぼちゃが結構ね、脆いので、はい、あんまりこうね、こう混ぜられないのがいいですね、派手に混ぜるんじゃなくて、うんうん、かぼちゃが崩れないように注意しながら、はいはい、混ぜてください。で、今日のサプライズです、はい、今日これね、はい、新井さんのサプライズ、はい、何ですかこれ、プチベールと言いましてね、プチベールプチベール、はい、キャベツのね、原種、あ、でもキャベツっぽいですもんね、でしょ、で、このね、キャベツの原種のケール、はい、ケールというのと、で、芽キャベツを掛け合わせたものなんですよ、うん、だから新しいんだけど原種、なんかこれすごいでしょ、なんかこう力強い感じしますでしょ、ね、で、これ甘いんですよ、もう生でいけるの、これ、あ、生で食べられるの、そうなんですよ、で、栄養ねすごい高いので、もしも見つけられたらね、ぜひこれ食べてみてくださいねってこと、これも普通に売ってたんですか、あ、そうなんですよ、へー、売ってます、はぁ、はい、できました、はい、飾りにプチベールを乗っけまして、はい、はい、こちらでサバと焼き野菜の和風マリネ完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。サバは塩をした後熱湯をかけることで魚の臭みが取れます。そのサバなんですが、小麦粉をまぶして香ばしく焼き上げました。一緒に合わせる野菜はオーブンで素焼きにして使うのでとってもヘルシーです。材料が熱いうちにマリネ液をかけると味が染みやすくなります。時間を置くとさらに美味しくなるので、食べる前の日に作ってもいいですね。油が乗った美味しいサバと野菜がしっかり取れる一品です。ぜひ皆さんも作ってみてください。さあ、それでは先生さん、はい、どうぞお召し上がりください。いただきます。サバいきますね、はい、油の乗ってるね、ねマサバ、カンサバですね、あ、美味しい。
マリネ液がすごくサバと合いますね。さっぱりしますでしょ。うん、あ、またこのサバの油と甘さ、甘酢ですか、うん、甘酢です、ね、はい、すごい美味しいです。もうでも本当甘酢とだし醤油を合わせるだけですからね、うん、調味料2種類ですもんね、はい、うん、レンコンにも染みてる、はい、うん、でこれで同じ焼き野菜とサバとかの組み合わせで南蛮漬けにしてもいいわけですよね、うんうん、玉ねぎをね加えられてね、うん、はい、いろいろとアレンジが効きま す、はい、ますね、お魚はどのお魚でも合うそうです、はい、ぜひ皆さんも試してみてください。さあ来週は美味しい丼レシピ、月曜日は一汁三菜の岸さんに三色丼を教えてもらいます。こちらもお楽しみに。花井さんどうもありがとうございました。